こんにちは、ヨープです。新しい年、令和3年が始まりました。日本ではお正月の玄関に紙の門松を貼って年神様をお迎えします。もともとは平安時代に始まった風習で、値引きの若松にのしや水引きを巻いたようです。この色紙は絵と同じ1977年頃手作りした値引き松と水仙の教えです。私が子どもの頃はすでに紙の門松でしたが、母が女学生の頃までは松や竹を仕立てたリアルな門松が普通だったそうです。門松が紙に変わったわけを昔母から聞いたことがあります。物資がなかった戦争中に石油代わりの燃料として松などたくさんの木が切られ、丸坊主になった山が増えたそうです。戦後、台風で土砂崩れが起きるのを防ぐために植林し、合わせて門松を紙で代用して松を保護したという話でした。私が育った呉市は風化して脆くなった花崗岩の地層で、大雨が降ると地盤が緩み、崖や山の斜面が崩れ、何度も土砂災害を引き起こしています。そんな実家の近くで見つけたこの根っこ、すごいと思いませんか？斜面が崩れて露出した松の根っこです。足場を半分失っても幹をまっすぐ保って、空に向けて枝を広げ踏ん張っていました。根の先が折れている箇所もありますが、不屈の生命力に惹かれ描きました。サイズは縦41、横32センチ、F6 号の油絵です。斜面で踏ん張る松の根っこ、いかがでしたか？思うように描けなかった絵ですが、楽しんでいただけたら嬉しいです。またお会いしましょう。